和風に仕立てたり、和の素材を洋風に仕立てたり、そういうスタイルの和食を目指しています。一番のおすすめポイントはどこかな、音程がそんなに高くないので、一緒に歌ってもらえるところがいいところだと思います。そう、前森、青い森です。バイオリンの優しいメロディーが特徴です。また青森の四季や食をイメージさせる一曲となっております。ぜひ聴いてみてください。